店番号23番富田駅です。20問20答頑張ります。名前の通りかな。サッカーと、なんか遊戯王カードもやってた気がする。水泳、習字、愚問、心配性、一つに絞れないな。家族といったところ全部。やべ、なんだろう、買い物。子供と遊んでる、子供とゲームしてる。海外に旅行に行きたいですね。これね、前はね、幼稚園の先生って言ってたんだけど、最近なんかパン屋さんもやりたいなってパソコンの動画編集、まあ、兄の影響と交通事故にあってちょっと健康のため。中学校の頃はジュニアユースが浦和だったから、松月さん、まあ、他にも書いてるんだけど、特にないな。ただずっと、もうずっとボールサッカーしてたかな、ずっと。いや、難しいなこれ。その時で練習で出た課題、とりあえず早く動きたいから軽いスパイク。目標は試合に出て5位以内に入ることです。そんなの、それも湘南ベルマーレが好きだから、だし湘南のために。京都の山崎かな。もちろん試合に出てチームが目標としている結果を残すことです。いつもと変わらず淡々とやってるところ。今年も熱い応援よろしくお願いします。今年こそは、スタジアムで皆さんの大きな応援が聞けることを願いつつ、選手は一生懸命頑張るのでよろしくお願いします。